よく最後まで見てくれましてありがとうございます。お疲れ様でした。それでは改めまして、大変こんにちは。今回会長を務めさせていただきます、エージェントナンバー025番、ひなっちょ会長と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちら皆さん観光遊覧船と呼ばれているかもしれないんですけれども、はい、観光遊覧船です。中でも別の言い方では調査船と呼ばれております。いきなりですけど、皆さんにはネイティブ大阪湾の調査をしていただこうと思います。急に何やと思いますよね。ネイティブ大阪とは生まれの育ちの大阪の人っていうのなんですけれども、こちらもね調査していただこうと思います。その前にお願い事がございまして、手や顔、運送面などは船よりも外に出さないようにお願いいたします。当然水面見たら分かると思います。ちゃんと落としてしまったら帰ってきません。なのでね、お気をつけてください。そしてもう一つ、出航してしまったので立ったり適移動することはできません。今いる場所で最後までお楽しみください。あとはね、おいおいとね、これはやばいよみたいな説明していきますので、はい、説明していきます。ただ最後になんですけど、一番後ろに救命胴衣がございまして、この船に何かがあっても大丈夫だよということだけ報告させてください。それではお待たせいたしました。ネイティブ大阪の特徴なんですけど、いくつかございまして、そのうちの一つ、後でにしよう。先もう一つ、さらにもう一つなんですけども、やたらと橋を建てたがるというところです。その連続端末の橋の調査をしていたかなと思います。早速今一つ目動いておりますね。さあ、日本の橋とか日本の橋といいます。東にもね、同じ名前の橋があって、こちらは日本橋と呼ばれておりまして、日本橋のことを日本橋というと、ネイティブ大阪の人の前で、なんかちょっとおかしくなっちゃった。ネイティブ大阪の人の前で日本橋のことを日本橋と言うと、すごい怒られちゃうらしいので、お気をつけてください。はい。そしてね、船、海岸を過ぎた向こう側、波へに綺麗に映ります。私は過去ね、お写真撮ってみてください。なんで、日本橋の高いのどこから起こってくるのかというとね、ちょっとね、お心配気がしのね、野球の関係とかでバツバツしちゃったみたいなので、お気をつけてください。何かのことで回ってるのって気になってるかもしれないんですけども、実はここから先何もないんですよ。なので、ね、ここに行こうと何かの看板とかね、見ないでほしいなってことで説明しております。分からないですか？分からないですか？ OK です。分かりました。こちらなんですけども、東では寺って呼ばれてるんですよ。寺って呼ばれてるんですけども、西では苔って呼ばれてるんですね。はい、西大阪の方ではコテと呼ばれておりまして、このコテ実はね、エビス橋の周辺にたくさん隠れてるんですよ。よかったらね、頑張って見つけてみてください。めちゃくちゃ忙しいですよ。こちらグリコの看板のお写真撮らなくちゃいけないし、ジャニーズの嵐が好きな人はね、こちらトランパスをね、待ち構えてずっと待ってますので、こちらもお写真撮らなくちゃいけないのでね、頑張って探してみてください。ちゃんだ M の上の11個ほどの銀色のシルバーイレブンのやつがあるかな。これは全部下が太いので違います。前の方にたく